つけるよ、徐々に何の因果。はい、というわけで皆さん、せーの、ルンルンどうも、ショルンでーす。はーい。今回はですね、今回はですね、2023年オタ活振り返り、イェーイというわけで、今回は2023年の私がやったオタ活の写真を見返しながら、こんなことがあったね、こんなことがあったねっていうね、お話をしていくという動画となっております。私自身、自分のオタ活のストーリーとか写真とか見返すのめっちゃ好きなんよ。だけど、みんなが見て楽しいって思うかは正直わからん。でもさ、自分が楽しいって思うことをさ、みんなに共有したいじゃん。とにかく、今回は私の写真たちを皆さんにお見せしようと思います。それでは早速始めていきましょう。スタート!ババ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 ちょっとね、みんなに謝罪したいことがある。もう謝罪したいことって言ったらもうほんまに山ほどあるんやけど、最近私バイトを始めたじゃないですか。バイトを始めたから、本当に全然動画投稿できてなくて、本当にすいません。私 YouTuber だよね。本当ね、ちょっと頑張ります。すいません。今日の髪型ね、なんかカラフルで、ディズニーもカラフルで、茶色で。M&M's? 違う。マーベル?違う、マーブル?マーブルチョコ?うん、食べたくなっちゃうような感じなんですけど、食べないでね。それでは紹介していきます。そう、さっきね、1時間ぐらいかけてね、写真集めましたよ。2023年1月から12月までの。今、撮影日が12月の19なんで、まだね、私これから残りの12月もね、オタ活するつもりなんですけれども、今時点での写真をね、皆さんにお見せしたいなと思います。じゃあ、まず最初に一つ目。せーの、じゃらーん!そう、あのね、友達とユニバに行ったんです。年明けに絶対一緒にユニバ行くっていう、なんか2年連続でね、そういう流れがあって、2024年も一緒に行こうってなっとったんやけど、ちょっと予定が合わないっていうのと、あと1月の7日とかにあの、イリチルのライブがね、あるので、それ一緒に行くので、今年はユニバなしになっちゃったんですけど、テイヨンペンのお友達と一緒にユニバ行きました。初めてあの、ハリポタの制服買って、ハッフルパフやったんですけど、可愛くない?このトレカケースも、もともと私が緑持ってて、友達が黄色持ってたんやけど、その日だけ交換して、トレカも緑っぽいやつと黄色っぽいやつやって、めっちゃ良くない?この写真。結構気に入ってる。次、こちら。これは1月の5?かな、大阪のディフェスタに友達と行った時の写真です。この子もね、同じトレカケース持ってんの、すっごい運命的だよね。ディフェスタね、やってたよね。東京で2カ所、あと、大阪でも1カ所。来月から福岡でもやるじゃないですか。ディフェスタが何って思う人もいると思うんですけど、TYT もったよね。エナイプもいた。セブチもいた。そう、いろんなアーティストが集まった写真館みたいな。展示会みたいなやつなんやけど、そう、それです。次。そう !1 月の27に、私実はね、トレジャーの京セラドーム行ったんですよ。そう、あの、全然動画にもしてないし、インスタとかにも載せてなかったから、知らん人がほとんどやと思うけど、友達の付き添いでトレジャー行くっていうことがちょくちょくあるんですけど、この時も行きましたね。確かこの時に決めたんかな、私、推し。ジェヒョクさん。めちゃくちゃかっこいいなと思って。確か私この時にジェヒョクさんかっこいいってなった気がするな。はい、次。2月の9日。そう、エスパのカフェやってたね。なんか、もう1年経つんかって感じなんやけど、2月。友達と一緒にね、エスパのカフェ行きましたね。そう、私、ジゼルちゃんのトレカを地引きしたのよ。やりーって感じなんやけど、めっちゃ嬉しかったね。はい。そして2月17日。そう !2023 年2月は本当に私にとって超大切で忘れられない思い出月なんですけど、そう、2月の17、18、19で NCT ドリームが京セラ公演。やって3日連続でマークさんに会えちゃうっていうのがまず本当に幸せだったんですけど、だったんです本当楽しかったこの時ね。今年はオタクのこともあのさよならしたんですよ。2人、片一歩はいつの間にか全部の SNS を切られていて、あれって感じなんですけど、もう一人は一緒にねソウルコンとか行ったような友達だったんですけど、なんかいろいろトラブルじゃないけど合わないなっていうところがたくさんあって、話し合ってお別れしたんですけど、今年はあの出会いもあれば別れもあったというそんな年でしたねいい感じにすんなって感じだよね。ごめんなさい。はい、次。2月の19。そう、思い出の写真よ。17、18、19で 3days 全部終わって、明日は、ついに、人生初めてのサイン会となっております。こちら、2月の20日ですね。初めてサイン会行って、マークさんとお話ししてサインもらって、マジで幸せだった。サイン会、日本のイベントは運といえど、まあ、結局は応募しないと当たらんわけやん。だから本当に、全財産とは言わんけど、もやし生活するぐらいにはね、いっぱいCD を買ったんですよ。思い出の日でした。2月本当にやばかったね。はい、そして次に、そう、これ。そう、サイン会終わった後、一緒に行った友達とは解散して、別のね、ジェノペンのお友達と一緒に合致したんですけど、その時に、これなんだっけ?ちょっと書いときますね。これよく聞かれるから。
なんとかなんとか展望台、梅田駅の近くだったかな、南京錠をね一緒にね作ったのよ、通りちゃんっていうこと。これ Vlog にも載せてるんですけど、なんかすごい映えって感じだから、推し活映えしたい人はぜひ行ってみてください。東京にもあんのかな、私わかんないんだよね、大阪しか知らないんやけど、多分ねいろんなところにあると思う。次、そう2月の25、私今東京に住んでるじゃないですか、とりあえず大阪行くっしょ。で大阪で、NCT4 日間ねライブとサイン会行って、その後岡山行ったのよ。で岡山行ってちょっと過ごした後にまた次大阪ね、そう大阪来て次スキズのライブでした。はい、ほんと忙しかったねこの時ね。しかもさ、マークさんのサイン会とかあってもう超気合い入れてるの、だからネイルもマークさんとかだったのね、なのにスキズのライブ行くっていうちょっとカオスな感じだったんですけど、爪はね、でもめっちゃ楽しかった。この時アリーナだったんですよ。はい、次、あ、3月18日エスパです。これまた大阪行ってますね。そう、2023年上旬は本当に大阪に行きがち、行き過ぎ、岡山より大阪行ってました。本当にこの時やばかったね。でこの時私公式のうちわ欲しかったんだけど売り切れてたの。ペンライトアクセサリーもグッズブースまで買いに行ったんやけど、さっき売り切れましたみたいな。そう、グッズ表にまだソールドアウトっていうシール貼られてないのよ。なのにさっき売り切れました。本当にさっき売り切れたんだろうなーと思って、マジ悔しかった思い出があります。次、おー、4月1日、これは現場とかではないんですけど、アーミーになって2000日をお祝いした時の写真ですね。私1000日もお祝いしたんですけど、ちょっとこうなったら2000日もお祝いしたいなーと思って今回お祝いしました。3000日まではちょっとねまだまだあるんですけど、今2200何日とかなので、もう1年2年後ぐらいかな。3000日は本当にマジ楽しみ。2025年超楽しみね。友達とも話しとったんやけど、ちょっと違うかもしれんけど、高校生の時とかって本当に万端が平気ってそれを考えただけで涙だったの。なんかもう、いやマジ行かないでほしいみたいな、ほんと辛いからって思ってたんだけど、今となってはもう早く行ってきて、早く行って帰ってきてっていう気持ちなのよ。本当に平気ってね、楽なものじゃないし、なんか確実に安全に帰ってこれるっていうものでもないけど、やらなきゃいけないことはやらなきゃいけないじゃん。応援するしかできないじゃん、私たちファンはさ。頑張れって、本当にあの2025年みんなが帰ってきて7人揃うっていうのがマジで楽しみ、超楽しみ。2025年って言ったら多分私3000日ぐらいでしょ、アーミーになって。めっちゃ楽しみやん、待ってるよ。チャンネル登録よろしくにゃん。4月の8日、そうこれね、400何日ぶりとかだったかな、私ストーリー載せてたんやけど、400何日ぶりかのブラックピンクだったんです。これ2020年2月の22日のライブ行って以来、もうそっからずっと会ってなくって、だからもう本当にやっとやっとのブルピンでめっちゃ嬉しかった記憶がある。てかめっちゃ泣いた気がする。私この時気合い入れてね、赤髪なんかにしちゃってね、なんか今思えばさ、なんでやったんだろうと思って、めっちゃ浮いてるよと思ってちょっと後悔してるんですけど、まあでもそういう思い出もあったね。4月の16日、エスパです。3月18日かな、行った時にもう私これ最後だと思ってたの。ハイパーラインっていうツアーなんですけど、ハイパーライン私もう今回最後だわ、ラストハイパーラインだわって思ってたの。でもライブ終わった後どうしても諦められなくって、まだ日本公演あるのに私は行かないのって思ってチケット探したんです。そしたら友達が持ってて1枚余らしてて、埼玉スーパーアリーナ行っちゃいましたなんかね、どのグループよりもあのね、また行きたいって思っちゃうグループなんですよ、エスパって。なんかライブ一回行ったらね、もう沼よ、エスパって。また行きたいってなっちゃうのよ。超楽しいから。みんな絶対行って。はい、次。4月の29日。これもね、現場とかじゃなくてカフェなんやけど、なんやっけ？これは、あのね、表参道とから辺にあるカフェだったかな。クッキーなんとかなんとか。この写真結構気に入ってるんですよ。可愛くない？なんかこのカラフルな感じが。すっごい気に入ってて、好き。次。5月4日レッドベルベットね、 RR2V 本当に嬉しかった。あのね、オーボイっていう曲をこのツアーの時にねやるんですけど、本当にその時のウェンディさんが超かっこよくって、オーボイってもう本当にみんなライブ映像とか見てほしいぐらい、本当にあのね、惚れる惚れるよ。もう本当に力強い感じだし、しかも歌もめちゃくちゃうまいし、でも可愛いしみたいな、本当にあの幸せな時間でした。だからレッドベルの単行があったらまた絶対行きたいって思うぐらい、本当に早くファンクラブ開設してください。はい、そしてこれ5月の13日、これもね普通にオタ活っていう感じなんですけど、小滝くんです。はい、小滝のぞむくんということで、のぞまくけみということでやらせていただいてるんですけれども、食べっ子動物のカフェみたいなやってたじゃないですか。そう、友達が行きたかったらしくってめっちゃ楽しかった。しかもこの写真すごいカラフルで可愛くない？結構気に入ってます。そう、これ5月の20、 TWICE のスタジアム公演ですね。マジで
ハッピーハッピー。やっと初めてお母さんが TWICE に会えた日なんですけれども、本当にお母さんが K-POP にハマってくれるっていうことが、私が K-POP 好きになった時は本当に考えられないことだったの。気づいたら TWICE 曲聴いてくれたりとか、今となってはね、エスパの名前とかも覚えてるからね。何も教えてないのに、エスパのカリナちゃん可愛いねとかさ、いきなり言ってくんの。嬉しいと思って、本当に。だからこの5月20日っていうのは私にとってすっごい特別な日ですね。お母さんが初めてトワイスに会えた日、本当に連れて行けて嬉しかったです。連れて行けてって言っても、これ確かチケット当てたのお母さんなんですけどね。私ね、ずーっともうトワイス当たってないの、自分で。はい、そして次、そうこれ6月の1、2、3で韓国のね NCT ドリームのアンコールコンサート、アンコンがあったんですけど、それに行きました。私にとって初めての韓国でのコンサートで、本当にあの知らないことばっかりやったし、しかも初めて一人で韓国行ったんですよ。本当死ぬかと思ったけど、なんとか今生きてますよね。よかったよかった。本当に幸せやったし、あーオタクって最高って思った3日間だった。本当になんか、なんだろう、私が K-POP を好きになることがなかったら、こんな勇気を振り絞って一人で国を越えることなんてなかったと思うし、オタクとしても人間としてもレベルアップした気がして、すごく嬉しかったことを覚えてます。ソウル行きたいな行きたいなって思っても口だけやったけど、ここまで私を本気で動かせてくれたマークさんにも感謝してるし、本当みんなに感謝本当みんなに感謝です。そう、ありがとうございます。そして次、6月の4日、え ?1、2、3 でソウルコン行ってたよね。4日も現場なのって思いますよね。現場なんです。東京から韓国に行って、で、ソウルコンを楽しんだでしょ。で、韓国から次、大阪に行くんです。東京には帰りません。大阪に行くんです。そして、京セラドームに行き、私はブラックピンクのライブに行きました。本当に4日連続の現場初めてだったよ。多くても3日だったんやけど、4日連続の現場初めてだったね。本当忙しかった。しかもペンライト、あ、そう、ペンライトはあのね、ブラックピンクのこの内輪とかペンライトも、あの韓国まで持っていくのちょっと大変やなと思って、重量オーバーとかあるじゃん、キャリーケース。だからもう事前に一緒にライブ行く友達の家にペンライトとか内輪もう全部これ持ってきてもらっていいってお願いして郵送しといて行ったんですよ。本当に限界だよね。何もかも限界。しかもお金やばい。でも後悔してない。それぐらい幸せだった。次、もうバカ6月1、2、3、4で現場行きました。そしたら次、6月16、また韓国の現場行ってます1、2、3で韓国行って、16まで韓国ずっと泊まろうかなと思ったんやけど、そんなんさ、ホテル代やばいやん。だから1回帰ったんやね。で、1回帰ってで、また、東京から韓国に行って、ロッテコン行きました。ペンライトここ3つ持ってる通り、私の推しグルが出まくるわけ。しかもステイシーも私、ユンちゃんが好きなんですけど、本当に、これ行くしかないと思って、後悔すると思って、チケット取ったんですよ。だから合同コンも、すごい素敵って思った日だったし、もっと、なおさら、年末の歌謡祭とか行ってみたいなって思いました。今月 ?12 月行くべきやん。行きません。お金ないから。うん。諦めました。そして次、7月の30、そう、こっからね、もう1ヶ月丸々現場なかったの。私基本ね毎月行ってるんだけど、7月はねほぼなかったね。これウォーターボムの写真なんですけど、7月の30日にウォーターボム行っただけで、全然7月は K-POP、 もうオタ活っていうものをしなかったね。全然初めてのウォーターボムめっちゃ楽しかったけど、来年行くかって言われたら、出演者次第って感じかな。今瀬が出たのがびっくりだったね。予告されてなかったの。急に出てきて面白かった。そう、8月2日マークさんの誕生日でした。このケーキ頼んだところどこってよく聞かれるので、ちょっとこの辺に貼っておくんですけど、概要欄とかも見てみてください。本当に可愛かったね。マークさんのお誕生日をこんなケーキでお祝いすることができてすごく幸せでした。楽しかった。そう、8月の5日エスパの単独東京ドーム公演でした。おめでとう。エリちゃんがね、この時のためにわざわざ日本語での歌をね作ってきてくれて、それを披露してくれて、めっちゃ泣いたんやけど、本当に幸せだった。で、8月の6日もライブだったんですけど、私岡山に帰る予定があって、しかも8月6日ってお父さんの誕生日なんですよ。だからほんまに友達がチケット余ってるって言ってるし、行こうって思ったんやけど諦めました。
でもほんまに2日間行きたかった。それぐらい幸せやった。次。8月の20。そう、この時は友達の付き添いで、サマソニに初めて行きました。そう、私今まで A ネーションはね、ブルピのためにね、行ったことがあったんやけど、サマソニは初めて。そう、なんか A ネーションはさ、席決まってるやん。だけどサマソニはさ、なんかスタンディングみたいな感じでさ、もうほんと自由に行けて、無法地帯みたいな。楽しかったけど、超大変だったね。やっぱでもね、この時思ったのよ。トレジャーはなんかこう、すごい楽しそうに歌うじゃないですか、なんかみんな。見ててなんかちょっと泣けてくるんですよ、トレジャー。すごい素敵だなって思います。そうもう全部写真一枚一枚見返すごとに、さーってなっちゃう。そう、9月9日、9、10で大阪のヤンマースタジアムでね、NCT ネーションがあったんですよ。これ実は私、韓国公演も行きたかったんですけど、普通にお金なかったですね。無理でした。本当に幸せでした、NCT ネーション。やばいよね、本当にね。で、この写真ちょっと気に入ってんだよね。なんか、可愛くない？ウェーブが、髪の毛の。2日目は私、メイクしていただいて、髪の毛もセットしていただいて、すっごい、もう、可愛いみたいな顔面で行ったんですよ。自分で言うのもおかしいけど、でもメイクしていただいたからね。ほんと自信満々に行ったんですよ。でも、大雨、ザーザー降り。しかも、私、スタンドだったんですけど、スタンド2列目で、目の前にちっちゃいステージあんの。だから、NCT が来たら目の前にいるよ、みたいな感じだったの。だからもう、絶対ペンサもらってやろうって思ってたのね。しかも今日私超可愛いし、と思って。そしたら雨ザーザー降り、マークさんが目の前に来た頃にはもうドロッドロよでもいい思い出です。9月の14 NCT ドリーム ISTJ のお渡し会に参戦しました。ブース入ってすぐにこういうポストカードを手渡しでもらうんやけど、みんなはさ、なんかさ、キューしてとか、なんか愛してるとかさ、なんかいろいろ言ってると思うんやけど、なんか私ね、イメージしてたのよ。でも緊張のあまりブース入った瞬間全部飛んでしまって、はぁーってなっちゃって、ポストカードもらう前にありがとうございますって言ってんの。そしたらマークさんが気をつけてってもう超ちっちゃい顔で、超イケメンな顔で、超いい声で気をつけてって言ってきたの。ありがとうございますって言ってブース出たんですけど、何に気をつければいいのってブース出た後に思いました。次、はい、9月の17。こちらは、味の素スタジアムですね。5月に TWICE がやったところと同じところです。16、17やったかな ?17、18やったかな、ちょっとごめんなさい。記憶が曖昧です。でも本当にこの時も幸せでした。そう。あ、そうやね。NCT XYZ カフェやってましたね。2回行ったんですけど、どっちも楽しかった思い出があります。でもなんか、漏れた写真なんもなくて、全然載せてない。うん、自分が写ってる写真。この写真はちょっと可愛いなって思う。コマーズの写真ね。次、10月7日。なんか、TWICE 私、結構ね、当たりがちなのよ。本気で当てるぞっていうつもりで積んでるわけじゃなくって、ただ買ったものを応募してるっていうだけなんやけど、なんやかんや4トン当たったりだとか、こういう、お見送り会当たったりだとか、そういうことがあって、ちょっと今回もね、このメンバー全員とのお見送り会、行ってきたんですけど、まあ、足で可愛かった。全員をあんな近くで見たことなくって、私たちワンスが TWICE こうやってなってるのを目の前通過するんですけど、本当にみんな顔小さくって、超可愛かったの。衝撃だったね、あれね。はい、次。10月21。そう。この時ね、韓国行って、これマークさん納めなんですよ、今年の。本当に悔しい。これ10月ですけど、11月はね、韓国でソウルコンあったりしたんですよ、マークさん。行きたかったんやけど、お金がない。これがね、マークさん納めなんですよ、今年。もう本当にまだ会えるかなとか思ったんやけど、マジで会えなかったね。ああ、悔しい。うん、でも本当にこの時もかっこよかった。ファクトチェックっていう曲でカムバした直後だったんですけど、その直後の曲を目の前で見れてめっちゃ嬉しかった。チェッター、ファクトチェック。10月の29。そうですね、スキズですね。ちょっとこの風船はちょっと友達のやつをね、写真撮ったやつなんですけど、これね、びっくりしたね。最後の方、途中、銀盾とかバッ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 飛んでるんね。うわ、すごいな、今回と思って見とったら、一番最後、風船飛んでくんの。しかも、尋常じゃない量の。ほんとすごかった。だからさ、もうライブ会場とかでもさ、みんなこう、駅に向かって帰っていくじゃん。みんな風船落としたりしてんので、それで、その風船取れなかった人たちが、その風船を取るっていう。もうなんかすごい現場だったんですけど、面白かったです。そう、10月の31日、めちゃくちゃハロウィンなんですけど、これは NCT ドリームがコンテンツ撮影で行ってたカフェに友達と行きました。アフタヌーンティーみたいな感じでね、すごいちょっとおしゃれな場所に行ったんですけど、めっちゃ楽しかった。この日。しかもめっちゃ美味しかったよ。詳細全部この辺に適当に書いておくんですけど、ぜひ皆さん行ってみてください。そして最後、これはね、3日前かな？はい。私は TWICE の名古屋公演に行ってきました。そう、私さ、動画でさ、ずっとさ、当落当たんなかったんです、みたいな言ってたじゃないですか。3回 ?4 回ぐらい応募して全部外れてます、みたいな。縁があって、行かせていただこうとなったんです。本当にありがとうございます。
もうね、お母さんも全部ダメ、私も全部ダメ、お母さんはライブに行けないのかと思ってたんですけど、奇跡的にお母さんをね、名古屋に連れて行くことができました。本当にありがとうございます。幸せだった。しかもお父さんがね、単身赴任してるんですけど、名古屋でね、だからお父さんの家でね泊まったんですけど、久しぶりになんか家族、まあ弟は来なかったんやけどね、お父さんとお母さんと私でひつまぶし食べたりだとか、味噌煮込みうどん食べたりだとか、本当になんかそういう充実したおたかつおたかつでもないけど、家族との生活を送ることができて、めちゃくちゃ幸せでした。名古屋公演、TWICE の福岡公演にもね、私行くんですけど、楽しんでこようと思います。また Vlog も出るのでお楽しみに。おうおうおう、というわけでこんな感じでございますかね。なんかさ、本当にさ、1年あっという間じゃない？やばい、本当に。しかもさ、ちょっとさ、さっきマネージャーさんに教えてもらってびっくりしたんですけど、本当にみんな笑わないでね。本当ありえないことなんだけど。ね、2022年は1年を通してチャンネル登録者が3万人増えたらしいのね、約。やけど私、2023年は3000人しか増えなかったらしいの。やばくない？さすがにアホだなと思って、ちょっと、頑張ります。私、本当にやばいよ。YouTuber でしょ？ YouTuber で今東京で一人暮らししてんでしょ？もっと頑張りなって思いました。本当にすいません。2024年もっと頑張りますので、皆さん、本当にすいません。本当にごめんなさい。よろしくお願いします。チャンネル登録してないよっていう方、よかったらチャンネル登録もお願いします。というわけで皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルーン。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントお待ちしております。バイバーイ。爪かわいいでしょ。